どうも皆さんお久しぶりです。ガジェット春名館長ですこのチャンネル若干久しぶりに更新するんですけど、えー、まあいい加減ね早く実写撮れっていう感じなんですけどご安心くださいあの実写はですねもう今月中には今6月の7日なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、機材もね、まあ、今月中に全部揃えて、あのーまあ、できれば今月の末ぐらいから指導はしたいなと思ってます。 えーまあ、一応予定もね、込めて、えー、なんていうんですかね、まあ、今日の動画撮っています。えー、なぜ、この dmm.make クディスプレイが表示されているのかというとですね、えー、皆さんからいただいたというかあの、ゲーム実況チャンネルの方でいただいた、こう、スーパーチャットも合わせてですね、まあ、日々のね、広告収入とかも含めて、プラスでですね、 えー、このディスプレイ、まあ買おうかなと思っていますいろいろね酷評はされていて、まあ、実物も僕何回もあの梅田の江戸橋に足を運んで、まあ、日々確認しておりました、まあ、50インチクラスでこの価格帯っていうのはなかなかないですよねた,ただしね結構やっぱ白身がきつくて50インチの方がまあまあ 65インチと50インチって結構全然画質違ったんですけどまあなかなかねちょっと迷うんですよね43インチだとそれは綺麗なんですけど50インチのパネルでこの価格の安さっていうのはなかなかないんですよね他のメーカーで50インチのもので例えばね8万とかだったらあすっげえ買いたいってなるけどなかなかないんで まあ、あとねちょっとまだ少しだけね決めるのをねこう悩ませているのがこれ50インチの 4K なんですけども梅田とかあとでえー、っとね、まあ、これ実況置いてあるんですけど、まあ、今地下地下1階ぐらいかな地下1階のところのディスプレイのコーナーに置いてあるんですけど。 あの 4K のソー,ソースかみたいなこれこれ元,元のこうなんていうんですかね素材って 4K なのかみたいな若干ボケボケなところがあってこの本当の本当なのマジで 4K なのみたいなっていうのがねわからないんですよねちゃんと 4K のソースをこうなんていうんですかね用意してそれが流されていたら ね、いいんですけどまあそらく 4K じゃなくてまあ高か,か 720p とか 1080p とかそういった入力なんだろうなっていうのを感じていてまあほん 4K 字での綺麗さがあんまりわからないっていうところで決めかねてるっていうところなんですね。まあまあ、ちょっと若干こう青みが強いいっていうのは まあなんとかまあちょっと補正すればな、どうにかなるかなと思ってるんですけど。うん。このね50インチのね、ディスプレイ。ね、買いたいよねっていう。まあね、他のね43インチの、例えば、えっと、イオデータとか、アイオデータね。イオデータっていうぐらいの話か。アイオデータとか、えっとあと、フィリップスとか。 あるじゃないですかああいったところを見てると確かにねそっちの方がガス綺麗なんですよね色味は色味はね、まあ、完璧に色味再現してんだっていうのはわかるんですけどだったら50インチ出してくれみたいな、うん、43インチはねちょっとこうなんか買ってもそれ綺麗っていうので満足できるんですけど違うんだよねこれ違うんだよ いや昔は俺もそれでいいと思ってたけど5 0ンチのディスプレイを見た瞬間もうなんか何なんだろうねこれ男の差がなのかね欲しくなっちゃってっていう感じでしたね本当にいに色々あるんですよ例えばねちょっと Amazon さんのページ飛びましょうか Amazon えー、っと Amazon なぜこれが出てきた <laughs> なぜこれが出てきた 4K、あ、周辺機器で 4K ってあんま出ないんですよね。多分普通に 4K って言って、打つと、まあ LG とかあるんですけど、まあまあ LG ってあんまりいい気はしないんで、例えば LG とか、あれ、他ないの ?LG しかないのこれ。ここ、ここ LG しかない。あ、なるほどね。LG。 しかない,いやつのところに飛んでしまいましたね。で、27の <laughs> 4K って、やると、27以上の 4K て例えばフィリップスとか、あるんですよね。あと、EO データとか、IO、e、データね。EO、e、って呼ぶな、ね。あと、Acer とか。うん、勉強もね、なんかそれらしいのを出してたんですけど、あと、どうしちゃとかね。あるんだけどさ、50インチ出せよ。 50インチを。た PC 用のモニターだから43でとどめてるんだろうけど、50インチを出せ、50インチを。本当に。そう。IO データのね、これ49インチとかもあるけど、まあ、ここら辺だね。あるとしたら。でも Amazon 発送とかじゃないとね、なんかあんまり。いやだから、あ、でもビッグカメラで売ってんのか。まあ、こういうところだね。 うん、まあね、ちょっとこういうところを悩んでいたりしたりするっていうのと、あとはこう、機材。あの、ベルボンの、なんだっけ、マンフロットか。マンフロットの、えー、っとね、あのー、三脚。えー、っとね、グッサン TV さんが使ってらっしゃる、この、この下の方、この下の方。 あ、そうそうそう。これ、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 これ。これと、この、ピクシーエボっていうのがちょっとよくわからないんだけど。あ、なるほどね。あの、こうスライドするのか、それはいらない。この、マンフロットの三脚と、えー、っとね、あと、ベルボンの、ちょっとなんか、そう、これもね、あのー、なんだろう、うグッサン TV さんに侵食されてしまったんだけど、まあ、触発ね。侵食ってなんだよ。触発されてしまった、ちょっとこ、 あんまりここではちょっと思い出せないんだけど、えー、ベルボンのあのー、自撮り用のやつかなもしかして出てくんのかなベルボン自撮りちょ像になってるぞ自撮り自撮り棒あこれねこれ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 ,これね下に下に穴があって そうそうそう。切ってあって、で、これで、ちょっと、なんていうんですかね、ちょっと、こう、三脚チックにして、それを元に撮影しようかなと思ってます。あとね、ちょっと最近、ちょっと今日なんか雑談枠になってんな、若干。やっぱね、カメラ欲しい。NEX5R とか、n e x マーク4か ?NEX100。じ NE ゃ、n え、なんだっけマーク 5? マーク4だっけちょっとなんか打ってみるか。NEX。あ、RX だ。NEX ってなんだよ。そう、ここら辺ね、マジで欲しくなってきたよ。なんか中古でもいいからさ、なんかない、ないのかな今、今どれぐらいまで出てんのかがあんまりよく分かってないんですけど、まあ、ここら辺もね、 やっぱあのー、カメラの神カ,カジマックさんじゃない、えー、とグッサン TV さんを見てると欲しくなっちゃうんだよねこれなんか全部ほぼほぼ全部なんか手放されたようですけども欲しくなるよねこ,こういう RX100M4 とか M5 とかくっそーまあこれはおいおいだねまずはまあスマホでこう撮影をしていくとか なんだったりとかちょっとしていきたいなと思っております。えー、まあ今日はですねまあ 4KF モニター d、MM. m m ットメイクディスプレイのこういろいろ賛否両論がすごくはっきり分かれてる、えー、このディスプレイを買うっていうまあもうほぼほぼほぼ買いに決まってるっていう話とえー、っといい加減実写撮るよっていう話にお答えするというえー お答えして、まあ今月の末ぐらいには始めようかなというお話でした。えー、まああの温、ー、かく見守っていただければと思います。アルナでした。